ちっちきちおはようございます。おはようございます。おはよう。ちょっと何眠いの起きて起きて、朝7時だから頑張ってこ。あーもうやだ。ということでいやもうホラー終わったからホラー終わったからそうだ、ね、今回明るい部屋だから。そうだね。ということで今回は以前ね、私と天の声さんと小川さんの3人でやった心理テストをやっていきたいと思います。心理テストね。心理テストで、これね、あの他のメンバー変えてやってほしいっていう声があったから、はい、ちょっとね、いや早速やってみました。早速ね、わかんないよ、これ私初めてだから。初めてでしょ。で、うん、前回は24問までやったのよ、うん、だからその続きをやりたいと思います。で、この、うん、このアプリにあるのは全60問らしいので、60問まあいろんな人で制覇できたらいいなと思ってあります。24までやりましたっけ。ケースとか記憶はねえな。あ、本当ですか。最後あ、なんかちょっと待って、消えちゃったみたい。大丈夫か。まラーメンのラーメンの間違いが見えた。ラスト食べに行ったら天使の羽描いて終わった気しますけど。天使の羽最後は天使ゴキブリ。あ、本当だ。あ、これなんで私進んでんだ。進めたのかな。いや、私この残りを気にしたことがないので。多分ね、ゴキブリにからだと動画的にはすけど。じゃ あ、ゴキブリにか、うん、なんだろう、私このニャーニャーとかケーキとか全然、なんか1問解いたら5問とか増えていくのか、解除されていくのかもしれない。ちょっと記憶に私もやった記憶がないので、うん、天使の羽の続きだから、19問ゴキブリにからやっていきたいと思います。ごめんなさい。じゃあ行きましょう。ポチ。どんな感じなんだろう。まあ、あのお題を読んで直感的に絵を描こうみたいな、そんな感じ。目が覚めるとゴキブリになっていた、あなたを退治しに来たのは誰。名前を書いてね。名前を書くんだ、うん、絵じゃないんだ。絵じゃない、これは名前を書くらしい。へー。じゃあホワイトボードに書いてください。私も書くからここに書けんね、こうやって。あー、そういうことか。誰ってその周りの人の名前だよね。うんうんうん。いや、それも誰でもいいんじゃないですか。そう、誰でもいい。多分誰でもいいんだ、ほんと。どうしたんでしょう。待って、やめようか、するな。そう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 、そういうことですよね。みこさんのこれみたいな。ちょっと書き順違う。ああ。現在合ってるよね。あ、みこ。普通に小さいじゃなかったっけ？下。でしたっけ？小さい。あ、そうか。水じゃない。水じゃねえや。申し訳ねえ。もういいか。星の現。多分これは悩むとかではないんで。そう、直感。しるしる伊藤さん、私星野源。じゃあ結果ね。あ、小川さん、ちなみに誰かありました。俺ね、なぜかね、木村拓哉さんを。なんで、あ、そんなんでいいんだ。昨日ドラマ見たから。あ、なるほどね。芸能人とかでもいいんだね。あなたはその人をこう思ってます。好きなんです。私が、うん、なるほど。私星野源源大好き。みーこさん、やったでしょこれ。マジやってないやったでしょ絶対。俺は木村拓哉さんが好き。そうなんでゴキブリで殺されそうになってるのにその人のこと好きなの。いや、助けてくれる人みたいなことですかね。かなぁ。で、エッカさんはしるしる伊藤さんが好き。じゃあ次ないな。ないな。羊が逃げないような柵を描いて。柵？あ、ちょっと羊描いていいですか。どうぞどうぞ。もう小川さんのはね、これもし描いてってなったらすごいバカでかいことになってそうなイメージある。そうっすね、すごいこんな、うん、こんなね。じゃあ描いてくださいね、はい。あ、でも俺これは違います。みちみちに描くから。え、ちょっとこれ小川さんもじゃあやりますか。柵でしょ。そう、柵。これで、あ、これちょっと待ってください。これ柵のあれね、バリケードの。全然使えると思う。あ、やりましょうか。おじいちゃん、小川さんがこっちやった方がいいのか。あ、そうします。こっち小川さんこれで、私こっちや。そうそう、絵が下手だからさ。ちょっとみんなでこれ面白いね、みんなで悩みながら描くって。はい、でかすぎた。ちょっと待って。ちょっとこいつ狭いかな。あ、すごい。ビシビシ。本当に閉じ込めてんじゃん。私はちょっとね、そういう俺。私は結構。
構こんな感じ、あの一回り動けるかなぐらい。私もだ。エッカちゃんと同じぐらい。じゃあ回答お願いします。はい。え、お母さんひどくないこれ。あなたが恋人を束縛する度合いが分かります。へえ。結構な CM の。また出たなこの CM。 あ、このパズルね、これ系好き。うん、お母さんやばくない？そうなんだ。束縛器じゃん。わかんない、逆かもしれないよ。広い方がもしかしたら束縛器なのかもしれないよ。わからないから、ちょっとどうなるか結構見ます。はい、はい。動きが取れないほど小さな柵を描いた人は束縛する。ああ、お母さんやばいって、これはやばいって。ギチギチ監禁だよ、監禁だよこれ。そんな下覚えないけどな。2人どんなんでしょう。私はあの一回りぐらい、うん、ちょっとまあゆるゆる動ける。一緒一緒、ミカさんと一緒ぐらい。じゃあ次やってみましょうか。いや面白いね。大事。初めて吹く不思議な楽器です。最初はどんな音が鳴った。どんな音。え、どういうことだ。どういうこと。どんな音。ブーとか。そういうことを言えば。ギャーとか。そういう音か。文字で書けばいいってことか。多分私も書いたよ、はい、ちょっと待って待って。これファーですね。私ね、ピョーって書いた。ピョーピョーピョーって書いて。まあ、いいんだよね、口で言うても。レッカさん、はい、ピョーぷー。はい、じゃあ書いてます。はい。あなたの恥ずかしい〇〇〇が分かります。なんだろう。あははははは。のおならの音です。あはは。私ピョーってなってる。みこさんはピョー。でも私が一番近くね。あ、ほんとはふーって、そうね。やだ、絶対違うと思う。私これ私も普通だと思うもん。ピョーって。ファーってなる。ファーファーって面白い。やべ、これこの鼻に落書きしてみて。落書きしてみて。おー、どういうことこれ。これ鼻筋。あー、なるほど。鼻筋を描きました。やべ、失敗した。これね、鼻を描くのが難しい。まあ私こういう鼻だとして、どうしようかな。画面が小川です。そう、小川さんです。はい、それが小川さんで、こうか。鼻筋、私こうかな。あ、なに、そ、あ、鼻にね、そう。何？何？イモムシ的な感じ？あ、イモムシがこうやってこうニュってなってる感じです。で、エッカさんがそれ。そう。はい、何？鼻にこう鼻を描いて、あの猫の鼻みたいな。そう、猫の鼻、ね。あのスノーのね。そう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 。美に対する執着心。何これ？何それ？ブツブツを描いた人。実際そう。顔や鼻毛を描いた人。顔を描いちゃった。みーこさん、美意識ゼロ。美意識ゼロだ。その他、肌が綺麗。俺全然肌綺麗じゃない。その他、その他多すぎじゃん、それだったら。まあね、これはちょっとダメだな。へぇ、次行きましょうか。猫の絵を描いてみて。うわー、無理だわ。猫絵が苦手だよ。やばい。めっちゃ笑ってる。ダメだ、これ書きにくいな。ちょっと可愛いやつにしよう。私顔しか描いてないよ。ほら。あ、顔だけ。私もこんな感じ。あ、猫だ。にゃー。で、これ、これです。もうなんだか全然わかんない。何これ。どういう状況。にゃー。はい、答えは。
甘えん坊度合いが分かります。甘えん坊度、甘えん坊度、はい、あ、顔だけ描いた人は人に言えないほど甘えん坊、で、ね、全身描いた人はむしろ甘えてこいよ。あ、でもそうかもね、甘えてこいよ、私、甘えてこいよ、そうかも、私おいでってなっちゃう、甘えてこいよ、どっとこいよみたいな、うん、本当に顔だけしか描くのか、すげえな。そう、どういうあれなの、なんで顎がないの、え、あ、かぶり物的な感じ、いや、あーの顔の、ここが、あ、しゃべ、あ、そう、うん、はぁはぁはぁ、ここ、ここ、上、ね、へぇ、すごい。じゃあ意外と、時間的に次サインを、はい、サインを、ね、ここから早、ちょっと次があるんでね、はい、はい、スポンジだけのケーキです、デコレーションを描いてみて、ちょっと待って、まずそのスポンジから私は描かない、むずっ、え、私さ、口頭で言っちゃう、まあ、ちょっと色で、ホイップを絵で表現できる。いや、私めっちゃこういうタイプだな。いや、私これ。これまた俺ミーコさんがあんま好きじゃない感じ。うわあ、いっぱいある。はい、私ちなみにもうできちゃったからけど。はい、これも、まあ、私は真ん中もういちごズズズズズズってもう本当いちごガッツリ入ってて、まあ生クリームでこう表面やられて、この上ももうフルーツタルトみたいな感じにいちごチュワーンみたいなって感じ。俺もなんかホイップクリームとか。なんかでも。はい、いっぱいでろうそくが立ってるか、て、私はもうこんな感じ、もういちごのショートケーキ的な感じ、あ、すごい、私もそうだな、はい、でもなんかろうそく立てるんだね、はいはい、デコレーション、あ、結果、あ、いちご分かります、うん、結果品質が分かります、品質、品質、何、シンプルデコ、すっぴんブスの化粧美人、エッカちゃんとか小川さんは結構シンプルな方なのかな、がっつりデコ、がっつりデコ、素材美人の化粧ブス、化粧ブスってやばくないですか、あ、なるほど、ね、ちょっとな、私がっつりデコでどっちかっていうと、確かに、じゃあ素材美人の化粧ブス、失礼だわよあんた、どうだ、どこまでがさがっつりなのか分かんないね、分かんないけども、はい、あ、私か、ヘカちゃん、今日も面白いアプリでしたね、面白かった、ね、ちょっと時間ないから少ししかできなかったけど、うん、すごい面白かったね、面白かったです、なんかな、素材美人の化粧ブスかいいじゃん、でもよくない、いやでも結局さ、これってさ、どっちかブスじゃん、絶対にそれ、いいことない、いいことないよこれ、子供が一番、まあ、あと小川さんがめちゃくちゃ束縛器だった、そうだねあの羊は衝撃だったよ、監禁だガチガチ一歩も動けないよあれ、まあ、すごい面白い結果が分かりました、うん、また他のメンバーでね、うん、あの心理テストやっていきたいと思うんでお楽しみに、それでは、ファミツアップの、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします、パソコンで見てる方は左下の、ところから、スマホで見てる方は下の概要欄から、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、あともう一つファミツアップ最近ニコ生を頑張っています、ぜひぜひ応援よろしくお願いします、お願いします、それでは皆さん明日お会いしましょう、いってらっしゃい、バイバイ、バイバイ。